岡山から開幕する国内最高峰のツーリングカー選手権、それがスーパー GT。 新型コロナが蔓延する前には平均すると2日間でおよそ5万人の観客を集めるほど人気があります。しかも走る車は速さを追求するために改造した市販車、なんと時速300キロを超えることもあります。そのレースに2018年から参戦しているのがチーム発足10周年のヘイチューンズレーシング。岡山を代表して挑むチームの魅力、そしてスーパー GT とはどんなレースなのか、これから30分ぜひご覧ください。さあ始まりました、今川奈緒です。今年はうさぎ年ですので、さらなる飛躍を狙うこの2チームに来ていただきました。岡山のモータースポーツを代表するヘイチューンズレーシング、新田選手、高木選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。去年からコンビを組んでいる新田選手と高木選手。新田選手はヘイチューンズレーシングのドライバーとしてスーパー GT 参戦当初からチームを牽引。高木選手は新田選手と最多勝を争い続けたライバル。そんな2人が今年スーパー GT に挑みます。そして岡山のサッカー界を代表するファジアーノ岡山、柳選手、金山選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。攻守の柱、柳選手、空中戦で抜群の強さを発揮するセンターバックで、高い得点力も備えるチームキャプテンです。そしてチーム最年長の守護神、金山選手、ファジアーノ岡山のゴールキーパー陣を牽引する副キャプテンです。ファジアーノのお二人は車のレース見られたことありますか？はい、僕はないですね。僕もちゃんと生で見たことはないんですけど、昔なんか三重の鈴鹿サーキットを撮った時の音がすごいなっていう印象は、車のレースは、はい、ありますね。ではスーパー GT がどんなレースなのかご紹介しましょう。国の内外のトップドライバーが市販車をベースにした GT マシーンで最強最速を目指します。ドライバーは2人交代でコースを周回します。そして1年間日本各地で8つのレースを戦い、それぞれ与えられる順位ポイントを合計してシリーズチャンピオンを決めます。そのレースに岡山トヨペットのレーシングチーム、ヘイチューンズレーシングが今年も参戦します。今日はぜひともヘイチューンズのお二人の魅力を知っていただこうと、こちらご用意しました。じゃん、危険と隣り合わせ、マックス280キロのバトル。スーパー GT は速さの異なる2つのクラスが同じレースを走ります。クラスは2つ。まずはおよそ500馬力の GT500 クラス。トヨタ、ホンダ、日産の3車種15台がしのぎを削り、300キロ以上を計測することもあります。2つ目のクラスがおよそ300馬力の GT300 クラス。 GT300 クラスは外国車を含め多彩なマシンが参戦、12車種27台がエントリーしています。マックススピードはおよそ280キロ。ヘイチューンズレーシングはこの GT300 クラスにエントリーしています。これ新田選手、レース危険なんですよね？レース、いや危険じゃないですよ。危険じゃないね。見た目はちょっと派手なシーンがありますけど、やっぱクラッシュのシーンとかあるんですけど、実際の市販車の車よりも、コックピットというより運転席の部分は衝突しても大丈夫なように守られてるので、だから普通の車で60キロとか80キロでクラッシュするよりは安全じゃないかなっていう。高木選手、本当ですか？ただ僕230ぐらいでこうまっすぐちょっとぶつかってみたんですけど、はい、ぶつかってみた、はい、そしたらちょっとだけ手と、腰がちょっとだけ背が短くなった手うまいですよ。そういう意味では非常に安全に競い合えるというか、そういう形ですね。乗ってみてください、280キロ隣に乗りたい。そうですね。そんなマシーンを支えるのがタイヤ。実は
勝敗を分ける大きな要因の一つとなっています。マシンを構成するさまざまな部品の中で唯一路面と接しているため、気温、路面温度、湿度、車のセッティングの相性など合う合わないでラップに差が出てきます。そのためパフォーマンスに大きく左右するんです。スーパー GT は4つのタイヤメーカーが参戦、ブリヂストン、横浜、ダンロップ、ミシュラン。これは世界的にも珍しいんです。馬力の違う車、それぞれ特徴が違うタイヤなど様々な要因があるので、レース中にバトルが生まれやすいんです。ちなみにどんな車でレースをしているんですか？僕たちが乗ってる車はレクサスの RCF っていう GT3 っていうレース専用に作られたあのマシンなんですけど、今年の車両もレクサス RCF GT3。 今シーズンの性能を見るために先月11日12日には岡山国際サーキットで今シーズンの幕開けともいえる公式テストがありました。レクサス RCF に乗ったドライバーの感想は？昨年からいろいろ課題になってきたところが、ダンロップタイヤさんも含めすごくいい状態のものが出来上がってきていて、このテストで今試せてるんで、開幕に向けてすごくフィーリングがいい感じです。去年初めて乗させていただいた時もすごくいい状態で乗りやすい車だなと思ったんですけど、そこからやっぱり車もタイヤの方もね、開発してて、一段と乗りやすい車になってるんで非常に楽しみ。今年が楽しみと語る新田選手と高木選手、チーム結成から10周年、ここに至るまでにはいろんな思いがありました。そんな K-TUNES レーシングの歴史をプレイバック。2013年、岡山トヨペットの社内レーシングチームとして発足。最初はエンジニアと数人のメカニックでの活動だったそうです。しかもベテランの整備士でも一からの勉強という中で、レースに一喜一憂しながらドライバーとともにチームは成長。岡山チャレンジカップレースでは2014年、2017年にシリーズチャンピオン。プロとアマのドライバーが1台のマシーンをシェアしてレースを戦うインタープロトシリーズでも好成績を収めました。そして2018年からスーパー GT に参戦。 GT300 クラスでわずか3戦目にして鈴鹿サーキットで勝利を挙げました。7戦目のオートポリスでも2勝目を挙げ、参戦初年度のシリーズランキングが6位という好成績で終えることができました。そして2年目の2019年は大雨の中、なんと岡山での開幕戦で勝利を挙げます。新田選手と坂口瀬那選手はベテランとルーキーで当時32歳差のコンビとして話題になりました。さらにその年の3戦目でも見事勝利を収め、シリーズランキングでも2位という参戦以来の最高成績を残しています。2020年以降は表彰台に上がるものの1勝が遠い K-TUNES レーシングですが、高度なマシンメンテナンスを行うために2021年には岡山市に新たな専用ファクトリーであるブースターを新設しました。そして2022年、スーパー GT では決勝レース入賞6回と安定した成績を残すことができました。結成当時からチームを率いる影山監督に10周年にかける思いを聞いてみました。僕がこの GT300 の監督を務めさせていただくようになって今年で6年目になると思うんですけど、やはり限定回避っていうことをね、オーナーからもテーマとして出していただいてるんですけど、岡山トヨペットがレースをする意義意味っていうのはやはりメカニックさん、岡山トヨペットの社員さんも含めてみんなのスキルアップっていうところが一番のテーマですし、もう一度原点に帰るというやっぱりそこはね、みんなでどういった意味があるんだろうということを考えながら1年戦っていけたらなというふうに思います。さあ続いてはファジアーノ岡山のここがすごいです。こちら平均観客人数は7000人、人気は J2 リーグでトップクラス。そうですね、なかなかやっぱり J2 だとなかなか多い方だと思いますね。そうですよね、はい、で J2 リーグでは3位、 J1 に上がっていないチームの中では観客動員数がトップという本当に人気のチームなんです。
すごいですよね。すごいですよ本当。今はもう声出しも解禁されて、1万超える時とかはもう後ろから声がバーンってくるんで、結構背中がなんかジリジリってくるんですよ。めちゃめちゃテンション上がって。あとグラウンドで声が通らないんですよ今。もう本当に近い選手に伝えて伝えてっていう感じで、もう伝達伝達ですか、はい、前の選手も届かないんで伝えてくれっていうので、伝言ゲームみたいになってますね。そうなんですそんな笑顔が素敵な柳選手にファジアーノ岡山がどんなチームか聞いてみました。本当にいいところがたくさんあるチームなんですけど、特にそのやっぱり一体感、選手、スタッフ、あとはサポーターの皆さんも含めて本当に活動っていう一体感をすごい感じるチームだと思います。金山選手はどうですか。代々ファジアーノが築いてきた本当に一体感だったり、粘り強く戦うとか気持ちのところで負けないっていうところは本当にもう受け継がれるところなんで、そこはぜひちょっと注目して見てほしいなと思います。そんなファジアーノ岡山のディフェンス陣をまとめているのが柳選手。どんな選手かというと、なかなかいないですよこんなに体もごついのに点も取れるってしかもシュートも結構うまいんですよあんまなんかそのファイター系に見えるじゃないですか、でもシュートも結構うまくて、僕中学生の時にサッカー部だったんですよ、はい、小中台のマラドーナって呼ばれてめちゃめちゃうまい作っとるわ、ね、いや作ってないよそして趣味があるんですよね。はい、はい、ゴルフと料理にハマってます。おお、三田選手の目がちょっと似てますね。似てる。どのぐらいでもいいですかテレビでは言いたくないですね。三選手はやられないですか。あ、僕もやります。あ、最近、はい、あ、ゴルフ始めました、はい、どのぐらいで。いや僕も聞かないでくださいスコアが気になる金山選手、チームに在籍して一番長いということで感じていることがあるそうです。やっぱりそのチームもどんどん変わっていって、新しい選手が入ったりとか、今若い選手がたくさん入ってくるんで、いつの間にか僕最年長になったんだなと思って、やっぱ年齢とともにチームもどんどんなんかいい方向に進んでいくんで、なんかファジアーノことをどんどん好きになってきましたね、はい、柳選手から見てどうですか金山選手は。いや本当に、まあ、最年長なんですけど一番元気ですね。本当に常にチームのことを思ってて、かといってやっぱり厳しいところも言わないといけないっていう、なんかそういうメリハリがある人だなっていうのと、あとは練習後に、奥さんの愛妻弁当を食べてるのがすごい印象にありますね。恥ずかしい。いや、K チューンズのお二人も本当素晴らしいところがたくさんあるんです。こちら行きましょう。じゃん。監督、選手はモータースポーツ界のレジェンド。新田選手が積み重ねた勝利数は22、 GT300 クラスの最多勝を更新し続けています。その新田選手とコンビを組むのが高木真一選手。昨シーズンから K チューンズに移籍、2度の GT300 クラス王者、そして GT300 クラスでは21勝を挙げているレジェンド。過去には長年コンビを組みチャンピオンの経験もある名コンビなんです。そして影山監督がもうレジェンドなんですよね。レジェンドです、大レジェンドですね。どんな方ですか。まあ、正直言ってまあものすごく怖い人ですK チューンズレーシングをスーパー GT に参戦した時から率いている影山雅彦監督。ドライバーとしても全日本 F3 選手権、全日本 GT 選手権など数々のレースでタイトルを獲得しているモータースポーツ界のレジェンドです。僕がモータースポーツを始めた時の憧れの選手だったんですよ。サッカー界でいうと、まあ、マラドーナ出てくるとちょっと時代が申し訳ないんで伝わらないといけない。そんなレース界のマラドーナともいえる影山監督に2人のことを聞いてみると、車タイヤの使い方も本当にもう、彼らの右に出る選手はね、この GT の世界ではいないぐらいの、ね、実績のある2人なんで、我々の力を発揮できれば、間違いなく優勝を早い時期にできるっていうふうに確信持ってます。でお二人のすごいところが、そのプロとしてスポーツで活躍されているところもそうなんですが、趣味もプロ並みなんですよ。
柳選手と同じ、はい、同じゴルフが趣味で、はい、スコアはどのくらいですか。いやスコアも人に反せるような。いや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 、あの今度ぜひ一緒にゴルフしましょう。本当ですか。行きたいですね、はい、でそれであのお互いであのゴルフのスコアをちゃんと見てから表に公表していたことを判断して。俺でもやめた方がいいと思う。新田選手はねゴルフが趣味なんですが、高木選手は釣りのプロなんですよね。プロじゃない。新田選手プロ並みですよね。いやプロ並みじゃないと思う。なんとその腕前が分かるロケに行かれたそうなんですよ、高木選手。ん？あ、何？何？ VTR のスタート。あ、スタート。あ、それで。レーサー高木の釣りチューンズ。これどういうこと。ハンドルを握るより釣り竿を握るのが大好きな高木選手が先生となってゲストを釣り好きにしていきます。さあ始まりました、レーサー高木の釣りチューンズです。今回釣りをする釣りガールはこの方です。はい、こんにちは。ケイチューンズレーシングのレースクイーン2023ウィンジーとして活動させていただいております花野恵美優です。よろしくお願いします。レースクイーンだけではなくモデルとしても活躍している花野恵美優さん。高木先生と玉野市に来た理由がこちら。じゃん、祝ケイチューンレーシング10周年、こりゃめでたい。意気込みはどうでしょう。私ちょっと初心者。え、はい、釣り初心者なんですよ。それは楽しみたい、はい。親父ギャグも絶好調の高木先生と沖へ移動。しかしロケを行ったのは2月。タイを釣るにはあまり適していないということですが、どうなるのでしょうか。タイ狙いの2人が挑戦するのはタイラバ。ルアーを使い簡単なアクションで釣れることから初心者でもベテランでも楽しめます。高木先生から優しいレクチャーを受けて挑戦します。え、高木さんはなんで釣りが趣味になったんですか。はい、うちの奥さんがすごく釣りが好きで、すごい女性で、それで、はい、一緒に釣りに行くようになって。あ、じゃあ毎回一緒に行かれてるんですか。そう、一緒に釣りに行くようになって、うんうん、ちょっとドハマりしちゃう。今までで一番大きい釣った魚って何なんですか。大きいのはね、2年前かな、マグロ釣った。新潟佐渡島の。話は盛り上がるもののタイは釣れず。しかし高木先生は比較的これだけ浅いとこなんで、本当に釣りやすいというか、落として巻いてっていう回数も増えるので、まあ、釣れる確率も多いんじゃないかなっていう気がします。するとサビキに変更した花野井さんにまさかの瞬間が。高木さん、高木さん、かかりました。え、かかりました。なんか来た。はい、今巻いてるじゃん。来てますよね。そうでしょ。なんで僕より先に釣るの。え、結構早くないですか。さあ、なんだろう。お、あ、シーマスです。あ、すごい。鈴木。初心者の花野井さんがまさかの鈴木をゲット。しかしその後当たりが来なかったため瀬戸大橋の付近へ移動。お、真剣な顔してるぞ。めっちゃ真剣にやってました。なんか心だって誰かが釣りの番組で言ってました。言ってた。優しい釣りをする気持ちがないと、あまり釣ってやるって思うと、うん、ダメ、お魚さんに嫌われちゃう。
無心で釣り糸を垂らすものの当たりが来ない高木先生。その一方で花野井さんは、あ、本当だ、来た、かかってます。なんと花野井さんの釣り竿に当たりが。高木さん、高木さん、高木さんかかりました。またこそっと釣ってんの。お、でもすごい下に、ね、さっきより強くない、引きが強いです。あ、オッケーオッケーオッケー、来た、はい、いいタイだよこれ。あ、嘘、すごい、すごい、すごい、え、じゃあ切りくないですか、うん、おめでたい、取れました。花野井さん、見事なタイをゲット。これはめでたい。俺も釣りたい。結局この後、高木先生の釣り竿には当たりが来ませんでした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。タイが釣れましたね。おめでたいです。それはこちらです。まずシーバス、スズキが1匹とタイが2匹ですね。初めて釣りをして引きを味わってどうだったですか。こう、ね、かかった時に、まあ、巻くじゃないですか。その時にこう巻いてもこう引っ張られる感じがとてもこう初めての体験で嬉しかったです。また行きたくなりましたか。いや、行きたいです。ちょっとぜひ呼んでください。そうね、はい、ということで、このタイが釣れたということは、うん、今年のレースは2回優勝しなきゃダメですよ、新田さん。分かってますか。どうでしたか、見てみて。いや、プロでもやっぱ失敗することあるんだな。失敗じゃない。プロじゃないから。プロじゃないし、失敗じゃない。あ、失敗じゃないですね。これ僕はね、釣っちゃダメだったんですよ。あら。ここで運を使っちゃダメなんだ。あ、なるほど。それはそうだな。そうでしょ、うん、レースに取っとかないといけない。レースでまず優勝した後、誰でも釣れる瀬戸内海で僕はタイを釣れた。さすがですね。さすがですね。ね。負けたい。では最後、皆さんに今年の目標を話していただきました。僕たちは今年 J2 優勝を掲げてます。あと個人的には2桁得点を狙ってまして、ぜひ達成したいなと思ってます。では金山選手お願いします。はい。まあ、やっぱり本当に J2 優勝っていうのをファジアの岡山に関わる人たちがみんな悲願だと思うんで、今年こそは絶対に達成したいと思います。はい、個人の目標としてはいかがですか。もうちょっとで J2 通算150試合になるんで、しっかり達成したいなと思います。さあ、それでは K-TUNES のお二人の目標、これはもう一つしかないと思いますので、せーのでいけますか。怪しいですね。大丈夫かな。いきますよ。はい、せーの、優勝。年間8000ある日本最高峰の自動車レース、スーパー GT の開幕戦は岡山国際サーキットで、今月15日土曜日予選、16日日曜日決勝です。皆さん、スーパー GT 開幕戦、迫力のあるレースを岡山国際サーキットへ来て、ぜひ見に来てください。はい、地元岡山開幕戦になります。一番大事になりますので、一勝しますので、皆さんどうぞ応援よろしくお願いいたします。